令和6年7月19日、防衛省統合幕僚幹部の報道発表資料をご紹介。中国海軍艦艇の動向について。海上自衛隊は、令和6年7月9日火曜日から15日、月曜日に引き続き、17日水曜日から18日、木曜日にかけて、中国海軍クズネツオフ級空母、3等、看板号、17を含む複数の、 中国海軍艦艇が次の通り太平洋上の海域において航行していることを確認した。7月17日水曜日午後8時ごろ、宮古島の南約 380km、クズネツオフ級空母、3東17、連海級ミサイル駆逐艦、108、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦、165、ジャンカイズ級、フリゲート571、 冬級高速戦闘支援艦905。7月18日木曜日午後8時ごろ。宮古島の南西、約580キロメートル、ク熱をツオフ級空母、3等、17、連敗級ミサイル駆逐艦、108、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦16、164、165、ジャン海イズ級、フリゲート、571、冬級高速戦闘支援艦、 また、当該期間に、中国海軍クズネツフ級空母、3頭の関西戦闘機によるもの、約20回及び関西ヘリによるもの、約20回、契約40回の発着艦を確認した。これにより、7月9日火曜日から15日、月曜日及び17日、水曜日から18日、木曜日までの間に確認した発着艦の実績は、 契約420回となった。その後、18日木曜日に中国海軍クズネツフ級空母3島を含む複数の中国海軍艦艇が南シナ海へ向けて航行したことを確認した。防衛省自衛隊は海上自衛隊第12護衛隊所属、海にりクレにより警戒監視、情報収集を行った。また、関西戦闘機に対し、 航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させる等の対応を行った。以上です。ご視聴の皆様からの感想もコメントよりお聞かせください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。